こんにちは、電撃の保坂です、こんにちは、電撃の佐藤春夫です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は、リリースが間近に迫った戦国クロスというアプリの、プレイレポートをお届けしたいと思います。体験版で、もうプレイされている方も大勢いらっしゃると思うんですけれども、今日は体験版ではプレイできなかった部分がいろいろプレイできることになっていますので、ぜひお楽しみいただければと思います。はい、簡単にこのゲームの内容を説明すると、3つですね。1つは、城下町という自分の町を育てていく楽しみ、そしてもう1つ武将を集めて合戦で戦っていくという楽しみ、そして3つ目は、実績や時間の収集などといった、やり込み要素がいっぱいあるっていうところです。体験版の時は、合戦の部分しか遊べなかったんですけど、今回はいよいよ正式版とほぼ同じ内容ということで、城下町ですとか実績ですとか、これがほぼ初公開みたいな感じになると思いますので、では早速各要素についてやってみたいと思います、さてこれが城下町ですね。体験版の時ともう街の感じも全然違くて、まだでも防衛設備とかないんで寂しい感じだよね。そうですね。これになんか体験版の時にはなかったこの下の項目もすごい増えていますね。ああ、このびっくりマークみたいなやつはなんでしょうか。押してみて、押してみます。なんか増えてるんですね。資源っていうのは体験版では見られなかったものですもんね。そうですね、これが、施設の作る施設を選ぶ画面になりますね。じゃあちょっと作ってみます。いいんだ。これで配置する場所を選べるんですね。じゃあこの銀って書いてあるところの近くに置いてみます。銀のマークが出てるのは回収することができるんですね。今この、城下町は少しプレイを進めた状態からスタートしています。画面の上のトンカチのアイコンが、大工の人数を表してまして、大工さんの人数の数だけ同時に施設が作れるみたいですね。あ、なるほど。じゃあ今は一つ作ってるので一人空いてるってことですね。今二人戻って二つ完成して今、トンカチのところが金槌。今作った水田をチェックすると強化することができるんですね。はい、そうですね、水田とか銀山を強化すると、生産量が一気に増えるみたいですね。城下町の中で資源施設をいっぱい作るとその分、時間とともにたくさん資源が増えていくっていうことになるみたいです。なるほど。ちょっとレベル上げておきましょう。あれ、これすぐ完了させると君は小判を使う。そうですね。これ小判っていう、アイテムがありまして、この小判を、使うと残り何十分っていう建築時間を一瞬で解決させたりできるみたいです。すごい、それは便利な。これはですね、画面の左側のアイコンを見てみると、上から銀、米、小判、行動力っていう感じになっていて、銀が主に新しい施設を作ったりとかそういうものですね。で、お米が各、軍隊とか兵士を強くしたり、そういうのに使うようなものです。あと、で、小判は一番、いろんなことに使える資源で、じゃあせっかくなんで1枚引いてきます。1枚引いてきます。今、ガチャチケット持ってるんで1回タダでこれ引けますね。行きましょう。はい。来い。
ね。いいですね、妖艶な感じ。レア武将出ました。あ、こうやって小判でも引くことができるんですね、はい。